お、クリスマスっぽいぞ。激しいなおい。というわけでやってきました。ゆっくり立ちと振り返る。2020年。ぷよぷよオブザイヤー。ぷよぷよだけに絞ったとしても、いろいろなことがあったからな。やっぱりあの事件も出てくるの？それはお楽しみだね。それじゃ行きますか。ぷよらーの皆さん、1月ですよ。まずはこちらをご覧ください。スイッチで発売されたぷよぷよシリーズ第15弾、ぷよぷよ2、セガエイジス、アーケードぷよぷよ2のリメイク版といったところだぜ。高画質での対戦モードの他に、懐かしの塔だったり、こんな遊び方もできたりする。細山田 P も並々ならぬ思いで今作を作ったとのこと。何が一個多い。巻き戻しが60手までできちゃう。これは神機能。次の出来事はこれ、東京 e スポーツフェスタ。神がいる。ぷよぷよの大会でおなじみのユリッペもいるな。ちなみにこの e スポーツフェスタ、予算がなんと、5000万円なのねん。マリサ社長、誰が社長だ。これからの時代は e スポーツなのねん。先見の明があるのねん。マジかよ。1億円。他に5000万円の借金がある設定かよ。ぷよらーの皆さん、2月ですよ。2月といえば、そう、ぷよの日だな。この日はもこう先生をはじめとして、いろんな人が配信をしてたりするね。24連勝企画とかもあるね。公式も生放送で24つの新情報を公開してたな。他にも毎月24日もぷよの日だったりと、ぷよらーにとって24は神聖な数字だったりする。次はこちら、ぷよカップシーズン2の2月大会。会場が東京と大阪だったな。それぞれの優勝者はこちら、東京大会優勝のデルタ選手、大阪大会優勝のピポニア選手。紹介助かる。そもそもぷよカップは、一般とプロ混合の大会なんだが。え、そうだったの？そうだぜ。その中でもやっぱりプロの選手の活躍がかなり目立つ。やはりですねー。プロがプロたるゆえんなんですねー。プロの活躍はこの後も紹介するぜ。この桃鉄の流れ、3月だから決算か？やっぱりな。プヨラーの皆さん、4月ですよ。親じゃないよ、親じゃ。これはまさか。なんで私なの？というわけで、とにわかないんだが、キングマリサによって生じた損害を発表します。まずはこちら、4月11日に開催予定だった、ぷよぷよランキングプロ選抜大会シーズン2。期間内でポイントを獲得した選手上位32名が出場する大会、そしてトーナメント上位2名、つまり1位と2位の選手に、ぷよぷよシリーズのプロライセンスの取得権利が与えられる。一般の選手がぷよぷよプロプレイヤーになるために、最短にして最難関の大会とも言われている。その大会が延期。これ私のせいなのか。続いてはこちら、3月14日開催予定だった、ぷよぷよチャンピオンシップシーズン23月大会、プヨカップと違ってこっちの大会は、ガチでプロの選手しか出場できない。ここで少し難しい話。日本では法律の関係で、賞金に関していろいろな規制がある。ただし、プロ資格を持った選手であれば、正当な報酬として受け取ることができる。それでできたのが日本 e スポーツ連合、エースースだなぁだろ。え、そうだったんだ。ということは賞金は？この大会の賞金なんと、これ偉いになるんだよ。その人束が100万円なんだよ。平成の時代からぷよぷよをしていたぷよらーからしたら、まさかぷよぷよがここまで発展するなんて思いもしないね。がしかし、この大会も延期。これも私のせいになるの？最後にこの大会、9月18日19日に開催予定だった、ぷよぷよファイナルズ。シーズン2、年間シーズンランキング上位5名と、チャンピオンシップポイントがシーズン累計上位3名が出場。同じく賞金は100万円。これもプロの大会だね。プロはプロでも、小林滝次の神光戦などの文学作品ってなーんだ。話を遮るな。プロの中でもポイント上位の選手が出場できる、プロ最強決定戦に位置する大会だぜ。でも、結局これも延期に。ぷよらーの皆さん、5月ですよ。5月のニュースはなんといってもこれ、おうちで e スポーツを楽しもう。もう半年も前になるのか。これはぷよぷよのプロ選手とオンライン対戦できるイベントだな。家にいながらにしてプロ選手と気軽に対戦できるなんて、お前たち最高だぜ。ぷよらーの皆さん、6月ですよ。
6月からはさらにハッピーな話題に、延期されていた2つの大会が開催。いいねいいね。ぷよぷよチャンピオンシップシーズン2と、ぷよぷよファイナルズシーズン2だな。調整を考慮して無観客での大会が行われたぜ。細山田 P とジェスの偉い人がいるね。本当だ。というわけでこの大会は、6月20日、6月21日の2日間にわたって開催されたぜ。そして、ここに伝説が生まれる。2大会を制したのは、最年少にして最強の、現役高校生ぷよぷよプロ選手。見た目は子供、ぷよは大人。ともくに。なんと、2日連続で両大会を優勝。おいおいマジかよ、高校生部門とかじゃなくて？さっきも言った通り、当然大人も含めたガチのプロしか出場していない大会、そこで2日連続勝ってしまうなんて。あれちょっと待って、確かこの大会って、チルノ。チルノも気づいてしまったか、そう。この大会は賞金が100万円。うわすっぽ。1大会につき100万円だぜ。ということは総獲得賞金が。1億円。絶対間違えると思った。これからまだまだ強くなっていくのか。個人的にはこの大会で一番成長を感じたのは、えらい上から目線だな。MC を務めた椿彩菜とユリッペだな。確かに用語も使いこなしていたな。6月にはもう一つニュースが、ぷよぷよでプログラミングを学べるサービスがリリース。なかなか画期的なサービスだな。どうやって学ぶかというとひたすら写経。写経？コードをそのまま写していくんだな。基礎コース、初級コース、中級コース、上級コース。あ、いきなり2桁変わってるんだけど。まあぷよぷよで例えるなら、こんな感じかな？なるほど。一人でやるとしたらやっぱりまずはコツコツやれってことだぜ。ちなみに公式の案内だとこうなっている。まずサインイン、次にコースを選ぶ、そして最後は、気合、大事だな。プロラーの皆さん、7月ですよ。さて7月ですが、ついにこの話題に触れないといけない。ぷよぷよをそこまで知らない人でも、もしかしたら聞いたことがあるかもしれない。チルノ。まあ画像はさておき、知らない人のためにざっくり説明。龍が如くシリーズを生み出した凄腕クリエイター、つまりセガでめちゃくちゃ偉い人が、ぷよぷよのプロ選手に対してこのような発言。しかもあろうことか、さっき紹介したともくんのことだったという。それはひどい。そうだね。ただこの話はここでおしまいじゃなかった。さあ立ち上がれプヨラーよ、ここに反撃の一発をかましてやれ。行くぞ。まずはもこう先生、プロ T 流として対戦企画。プロ T 流ってなんだよ。他の動画でもぷよぷよやセガに対して熱い思いを語っていたね。そして我らがともくん、対応よく SQ。 これは SSQ まであるな。セガの偉い人の発言は確かに良くなかったかもしれない。でも大事なのはこれからじゃないか。与えてもらった環境で全力でプレイする e スポーツ選手、リスペクトをして支える運営、両者が協力して初めて日本の e スポーツの先が見えてくる。おう、チャンネル史上一番まともだったな。この話題を批判するだけじゃ何も生まないからね。これをきっかけに国内だけじゃなく全世界でもっと人気になるといいな。リズムさんが、プヨラーの皆さん、8月ですよ。8月はお口直しに、少し変わった話題を、ぷよぷよで脳が活性化することが判明。ほんとかよ。本当だぜ。脳科学を研究している篠原菊典教授が言っていたぜ。一人でタイムアタックをプレイした場合や、二人で対戦プレイをした場合の、脳活動の違いについて調査したらしい。対戦で相手を意識したり、勝利したい気持ちでプレイしたりすると、なんか脳にいいらしい。アバウトだな。子供のチークや高齢者の認知機能低下予防、そんな効果も期待できるらしいぜ。つまり脳みその色がぷよぷよ色になってくの？今まで話聞いてたか？髪がプレイしてる時ってどうなっているんだろう？こんな感じになってるとか？人外なんですが、それは。さあそろそろぷよぷよ本題の話をしようか。8月27日にファン待望、ぷよぷよ e スポーツの大幅アップデート。一番の目玉となったのはこちら。さあこの画面のどこかが変化します。どこがアップデートされたか、探してみてね。アハ体験。もちろん答えを知っている人が大多数とは思うんだけどな。意外と難しいかもよ。露骨に変わりすぎだろ。というわけで、観戦モードが追加されたね。このモードでは名前の通り、人の対戦を観戦することができる。さあこの観戦モード、10月にまた話題に出すから覚えておいてな。お、覚えきれるかな。そしてもう一つ大きな要素としては、新キャラの追加だな。このシルエット、私の知ってる情報と違うんだが、まず一人目はこちら、ぷよぷよクロニクルでも登場したラフィソル。シルエットやっぱり関係ない。気になるもう一匹は、ぷよぷよクエストよりパプリス。なんか色違いもいるらしい。あまりわからないからって、ぷよクエに触れなかったことがあだとなったな。ぷよクエ版のまとめは誰か頼んだ。プヨラーの皆さん、9月ですよ。9月からは新シーズンの幕開けだ。開幕パフェ、ぷよぷよチャンピオンシップシーズン3、ステージ1。今回はプロ選手全31名が出場。もこう先生がいる。今回も無観客で行われたわけだけど、なんと今回はゲスト解説者に、伝説の超最強ぷよらー、ももけんが来たー。大体はプロの選手がやってるよね。そんなこんなで大会は、同時接続6000人以上。
さあこの節目となるシーズン3の最初を制したのは、ポニア選手。このドラムロール意味あったのか。ポニア選手とクラウドは実は共通点があって、二人ともミルダム公認配信者だったりする。顔を隠すな顔。すごく気持ちよさそう。さあ続いて、TGS2020 特別大会、四天王アルティメットマッチ。TGS? それは卵かけご飯な、東京ゲームショウのことだぜ。さっきの大会のベスト4を四天王として、四天王の頂点を決める大会だぜ。ポニア選手、レイン選手、サキ選手、トモくん選手、そしてクラウド選手。出てない出てない。4人リーグの上位2名が決勝進出。そして、残ったのはこの2名。ポニア選手とレイン選手。くしくもこの二人、チャンピオンシップでの決勝でぶつかった二人だぜ。勝者は、細山田 P おめでとう。あ、間違えた。優勝はまたしてもポニア選手。強すぎはロタ。そして今回の優勝商品はなんと、この限定モデルの時計だぜ。あ、これ知ってる。メルカリで売ってた。嘘をつけ嘘を。とにもかくにも、ポニア選手おめでとうございます。スヨラーの皆さん、10月ですよ。さあ10月は一般選手も出場するプヨカップシーズン3だ。さてチルノ、さっきのアプデの話は覚えているかな。もちろん覚えてるよ。堂々たる知ったかぶり。今回公式大会初のオンライン大会が開催されたぜ。観戦モードがあるからこそだね。ナイスアプデ。そして決勝に勝ち上がった選手はこちら。Pマークは駐車場。これはプロ選手を意味してるぜ。トモくんをはじめとする有望な選手が予選落ちするなど波乱のプヨカップとなった。それだけ一般の選手のレベルが上がっているとも言えるぜ。今回注目選手はこの2人。レイム選手が写真が必要と知らずに履歴書で参戦。アコール先生もラネアとして参戦。事実関係がめちゃくちゃ。そんな中優勝したのはタイタン選手。メガネ差がしこり決まっていく。さてでは優勝したタイタン選手にインタビューです。もしもしタイタン選手？あ、多分間違ってます。ん？僕、ヒロです。ヒロさんにかかってしまいました。大変失礼しました。サイレント高すぎだろ。そしてプヨカップが終わった数時間後、登録者1万人記念ということで開催された第1回クラウドカップ。決勝トーナメント。プロ7名。海外勢8名含む予選170人を突破した選ばれし8名の選手たち。実況にはあの4強と恐れられたアルフさんを迎え入れるという豪華キャスティング。素晴らしい。どんな大会だったかは本編やまとめを見てくれるといいぜ。大音量で音が流れるなどのハプニングはあったもののかなりの盛り上がりを見せていたね。さあこの大会で勝利したのはポニア選手だったな。第2回クラウドカップもぜひ優勝決めてほしいぜ。スヨラーの皆さん、11月ですよ。さて11月といえばついに発売しましたね。え？何が絶好調なんだ。プヨテト2の話は12月だろ。マリサ何を言ってるの。今回がっつりコラボさせてもらってるじゃない。ちょ勝手にコラボって自称するな。さて一見関係なさそうに見えるプヨプヨと桃鉄ですが、実は共通点が。ほほう。今回の桃鉄、イラストがだいぶ変わったと思いませんか。発売前は賛否両論あったが、なんだかんだ功労じゃないかな。このイラストを手掛けたのはプヨプヨ公式イラストレーターでもある竹波秀幸さんなんだって。最近サキちゃんがハマってるボンバーマンも担当したり、こんな画風の絵も描けたりするすごい人。なるほどなるほど。だから桃鉄なのか。いや特には関係ない。まあ一旦桃鉄は置いといて、チャンピオンシップ大会も11月にあったぜ。東京ゲームショウ出場の四天王、つまりステージ1のベスト4をシードとして、プロ同士の戦いがこの日も行われた。前回のプヨカップに引き続き、今回もオンライン大会だったね。そして実況解説にこの二人を迎える。将来プロ入りが有望視されてる女性プヨラーだね。二人ともめちゃくちゃうまいぜ。そういえば、YouTube ではなくムーモライブでの有料配信だったけど、これってどうなの？参加表明してから有料配信を知らされて、それで辞退したプロもいるし、少なくとも選手には事前に伝えておいた方が良かったかもね。何か実験的なものなのか大人の事情なのか、そのあたりはわからないけどな。さて気になる決勝カードはというと、ここまでこの動画を見た人も納得の、この2人。全31名のプロの頂点に立ったのは、果たしてどちらか。画像がネタバレなんですけど。どっちが勝つんだろう。ドキドキ。鈍感力高すぎ。ということで優勝はトモくん選手。なんと、トモくん選手、これで年間獲得賞金が300万円オーバー。ではトモくん今の気持ちをどうぞ。僕、ヒロです。ヒロさんごめん。さて11月最後のニュースは、とある超大物芸能人のニュース。これは、ブックフィールドウィングさん28歳加盟についてです。皆さん加盟ですからね。なんとプロゲーマーにぷよぷよで勝利したとのこと。すごい。もしともさんとかに勝ってたら本当にすごいけど、ともくんじゃなくなったんだな。実はこれ、別ゲームのプロに勝ったという話。バッサーは悪くない。ブックフィールドウィングさん28歳加盟だぞ。まあ、とは
は言っても、ぷよぷよがテレビで取り上げられる機会が増えて、私は単純に嬉しいけどね。私も、あたいも、みんな幸せな世界。変な宗教みたいで怖いんだが。ぷよらーの皆さん、12月ですよ。さあいよいよ12月。この動画が出た今現在では、各ブロックの代表が決まったところだな。恨めしそうに見てる奴がいたぞ。さあ今回出場しているプロ選手は、顔を隠すな顔を。ちなみに関東ブロックは衝撃戦だったぜ。プロばっかだね。霊夢選手、今回も写真で分かっていたんだけどな。次回大会に行きたい。というわけで、12月26日は楽しみにしようぜ。さあいよいよ最後のオブザイヤー。よくよく考えたら、オブザイヤーの意味を成してないことに今気づいた。細かいことは気にしない。2014年に発売してから実に6年、ついにぷよぷよテトリスの新作が出たな。これから紹介する映像は、クラウドバーサステトリスの神、雨宮太陽神との百先の動画、ぷよテト2の紹介は以上。もっといろいろあるだろう。スキルバトルとか、新キャラとか、紹介したいのは山々なんだけど、年が明けちゃう。さっさと編集しろよ。というわけで、2020年の振り返り動画どうだったかな。今年はもっともっとたくさん大会もあったし、ぷよクエもコラボしまくりだったし、他にも紹介しきれなかったものが、たくさんあるぜ。2020年のぷよぷよまだまだこんなもんじゃないぜ、という情報があったら、コメント欄で教えてね。それでは皆さん、良いお年を。